こんにちは YouTube のツボです今回はドライブスルーでちょいマックしてきましたマックポやフライドポテトも食べたんですが今回は個人的に気になった商品を2つレビューしたいと思いますえー、今マクドではあマクドっていうのは大阪弁ですねごめんなさい現在マックでは 世界のマクドナルドからビーフバーガー集結というイベントをやっています。その中で私が選んだのはマイティービーフオリジナルです。カナダのマクドナルドで過去発売されたマイティーアンガスオリジナルをもとに開発された商品です。こちらは単品で490円。バリューセットで 円になりますホームページを見るといろいろと書いているんですが特徴としては「スモーキーな香りとガーリックの風味をしっかり効かせたブラックペッパーのソース」「塩味とスモーク風味が特徴のベーコンビッツ」「癖になる味,味わいをお楽しみください」とありました実際に食べて 印象に残ったのはブラックペッパーのソースとベーコンビ,ベーコンビッツの組み合わせそ,れそ,のその力強い美味しさこちらを非常に印象深く感じましたとても満腹感満足感を感じさせてもらえる美味しさでした次に気になったのはレギュラーメニューのグランクラブハウスですこちらは 単品で490円の商品になりますホームページにはジューシーな100%ビーフとふんだんな野菜をクリーミーなソースでまとめた8種の具材の組み合わせが絶妙な美味しさの一品とあります以前から食べてみたいなと思いながら今回初めて食べることができました本格派 高級路線のハンバーガーです2枚のベーコンと厚めのパティが贅沢な肉感を出していますその上でトマトの酸味、野菜が爽やかさを演出していますバンズもふわふわで全体的に塩味がやや控えめ素材の味を生かす工夫も感じられました トータルクオリティの高い商品です。こちらも食べていて満足感、満腹感がとてもありました。マクドナルドは昔から好きでよくお世話になっているんですが、今回も大満足でした。また近いうちに食べに行きたいなって思ってます。では、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。